近鉄区6561系電車とは、近畿日本鉄道が1952年に製作した名古屋専用の通勤電車である。さ5 3 1名古屋線の急行用車両を増強するため、1952年3月に近畿車両で6561、6565 65の5両が製造された。 大阪専用の制御車として製造された9560型と同時期の製造であるが内装や扉の数などが同車と異なる。名古屋線では初となる全構成19メートル車体を採用しており、片側に扉、窓の配置は D2D10D3 である。またノーシルノを減った張り上げ屋根となっている。ブレーキは全車ともエドーサベンの A 自動空気ブレーキである。台車は K-67 を装備している。車内は両端がロングシート、扉間は10列の転換クロスシートである。ク6561は1958年8月に6421系特組特急用として使用するため付随車に改造している。特急として使用することから扉を車端寄りに移設し、 オールクロスシートに改造した。また便所、洗面所、冷房装置、シートラジオなどを取り付けている。この改造により差6531型に形式変更を行った。他の4両はその後も主に休行として使用され、1959年の名古屋線改め機の際には6531.6562が KD-31B 型台車に履き替えている。 一方それ以外は D-18A 台車を改造して使用した。1960年以降、1100系や1400系などの特急車が増備されたことにより、6421系などの従来の特急車は順次格下げとなり、さ6531もその対象となった。格下げにより3扉化され扉付近はロングシート化されている。 冷房装置はしばらく残存していたが後に撤去された。1969年6月には全社に二等化が実施されている。1975年には、96562、96563が不随者になりさ6561型に形式変更となった。改造にあたっては、機器撤去のみであり、乗務員室扉は残存している。 1977年にはさ6531を除く全車両が養老船に転属している。この際、台車を KD-32N に交換している。1979年にはさ6531も養老船に転属し、台車を KD-32N に交換した。またさ6562は近代化計画で、 電動車が不足するため、同年に MMC 制御機と6441系と同じ三菱電機メガバイト -148AF を搭載し、制御電動車に改造されている。またさ6563は再度制御車になっている。その後1984年4月に四川区の番号が3桁化されたことから、 この時点で唯一残存していた SA6531 は1000の位の6を取り、五百5 3 1に改版された。その後も SA531 は420系の中間車として使用された。96563から6565 65は1983年9月に、もう6562は1984年3月に廃車され、 これにより差6 5 3 1以外の車両は全敗となった。差5 3 1についても600系の転入により、1992年12月8日付で廃車となったため、これにより本形式は全敗となっている。ありがとうございます。